アクアフローラルが人気でした。はい、では JK JK ピンク、あ、JK ピンク、あとは自由、自由、あ、いいですね、先生ナイス自由、あ、そうね高等部の香りは一番の香りになりました。で、アクアとフローラルの香りが掛け合わさってる香りで、この順番に香ってくるんだけど、それに、名前をつけてほしい。ただのフローラルの香りとかじゃなくて、ギャルフローラルとか、なんかそういうブレアっぽい名前をつけていきたい、香りに。せっかくリッチがついてもらって、この匂い。確かに。あ、JK だってゴージャスになりたい。かわいい、それいい、それいい、めっちゃいい匂いの、これって超えたね確かにそれを踏み台にできる子飛んでいくじゃん。小遣いからちょっと足して買えるみたいなのがみんなに割っとって欲しいのか、それもみんな決めたい。中学生とかでミレアに憧れてたらちょい安めで、あ、でも表現してもらった方がいい、うん、ピンクがいい。キャッチコピーはどうしようか。それがいい、これがいい。 JK だってゴージャスになりたい、どうですか皆さん。いいと思います。いいですか、賛成。すごい多様化だったじゃん。匂いのチェックと、あとはその名前とかネーミングことをみんなに考えてほしいっていうの で今からここにネーミングとかこういったイメージを聞いていきます。アクアが超人気で、なんだけど後頭部は、アクアプラスフローラル系の香りで3種類用意してもらいました。これがなんか香水になる前のなんか香料の元で、これをなんかアルコールとかなんちゃらとかその薬剤とかで薄めて香水になるそうです。
2番が一番マグロだけど3番ください3番あ、レナ、レナ3番あるよ、どうやってんのこれ1だ赤いんだよ3番回りする2番もなんかさ、ちっちゃい玉っころが3番で3番なら2回行きたいで、ロールタイプですどれだったかかわいい手上げてもらうよ、手ちゃんとビシッと上げてね、もうふにゃーんってやるとまずバカンって少なそうな方から行った方がいいですか3だと思う人3一番いい匂い3一番いい匂いの人今いやいやいいんだよいやいるのよ、あるのよ、そう割れるの結構はい、1はい、2が一番いい人はい、1 1がいい人買うときに100円オフになるみたいな、なんかあったら次回にもつながるし、いいんじゃないかっていうことだったよねなので、別になんか値段はあの皆さんに任せるので、なんかいい案があればすごいね、普通に見えないですよ今、仮に聞いてから行くことえ、スイカン、これで、ね、これにすればいいのかなそうですね、それこれはニューヨークライフだから何どういう意味かと思ったよマリカのコースですねこれはリッチラグーン JK リッチラグーン出たよマーメイドラグーンだ、うん、でもアクアだからいいんじゃないいいよねリッチラグーンドリームラグーンはあドリームラグーン何ですよ知らないじゃないおすすめおすすめですけどおずってる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 え、すごいちょっとね、足がちっちゃい人のやつもあるかもまあ、マジで足めちゃめちゃでかい26って5本いいかなあんた、ゴミがちょっとかいけないのでまっすぐ5本にして、こう当ててこういう風につけてくださいそうするとね、体に触らなくていいので、衛生的。そうなんです。あれ？部屋からできた製品がロットを打つために流れてきます。皆さんの香水が、ああいう感じで後ろにロットが打たれます。まあ、ロット打てるところね。こっちがシール貼り機を今なんかちょっと。白貼ってるところちょっとうまいや白貼ってるからで次行きますでここはねあの原料がいっぱい入っているところねであの一つに置かないで別々にちゃんときっちり分けて置いておくっていう決まりになっているのでここは原料をしまう場所ってなってます段取りになってますそこ使うなんか容器とかこういうものが置いてあります以上です私たちが作った香水が実際に製作されているのを見ると実感が湧きます。下のやつはアロマでできてるやつだから、ちょっと他の香水と変わってるんだけど、そういうのもあるか。あ、こちらに。香水製作は小林さんのご指導のもと丁寧に教えていただいたこともありみんな順調に製作ができました自分たちの手で作ることにより香水の仕組みやどうやって香り付けしているのかをしっかり知ることができました、大丈夫大丈夫ちょっとあとちょっと8? あ、0.08 できた!できたいいよいいよいい2月14日から21日まで渋谷109の今田マーケットにてブレアの香水を販売いたします価格は税込み800円です友達と買えばお釣りの400円でプリクラが取れますね種類は3タイプ学部によって香りが違うので皆さんに合った香りを選んでください